日本の排他的経済水域では、海洋法に関する国際連合条約の関連規定に基づいて、日本が保有する排他的経済水域について記述する。18世紀に、オランダ人法学者であるコーネリアス・バンビンカー宿は、著書、デドミニオ・マリスにおいて、当時の軍艦が備える大砲の砲弾が届く、範囲内の海域の支配権は、その沿岸国が保有すると主張した。 この着弾距離説は各国で支持され海岸線から3海里を領海とする考えが確立された。20世紀に入り領海の範囲を延長する例や領海を超えた海域についても領海に準じる権利を主張する国家が現れた。そして1967年の第二次国連海洋法会議ではマルタ共和国の国際連合特命全権大使の パルドーがこれらの主張に対応した提案を行った。だが、先進沿用漁業,業国である日本は、広い公海、狭い領海が国益に合致するため、反対の姿勢を示していた。しかし設定しないことで、近隣の大韓民国や朝鮮民主主義、人民共和国や中華人民共和国やソビエト、社会主義共和国連邦が、沖合漁業に進出して、鳥取県、 島根県の日本海沖合で、漁業を創業するようになり、結果的に、日本の不利益になる事態を引き起こす結果となった。そのため、1982年に、ジャマイカのモンテゴベイで開催された第三次国際、連合海洋法会議において、海洋法に関する国際連合条約が作成され、1994年に、発行された。同条約により、 自国の海岸線から200海里半以内の水産資源及び鉱物資源などの非生物資源の探査と開発に関する権利を取得し、同時に資源の管理や海洋汚染防止の義務を負うことになった。日本国政府は1983年に同条約に署名し、1996年に国会において批准された。 日本の排他的経済水域日本単独の EEZ 韓国との共同開発区域周辺国との計測域日本近海海底地形図と日本列島日本の領土面積は約38万平方キロメートルで世界第61位に位置するが、領海を含む EEZ の総面積は世界6位となる。 水域面積は広大で、領海と EEZ を合わせて、約447万平方キロメートルで世界で、第8位である。2012年3月、総理大臣官邸の、総合海洋政策本部において、日本の排他的経済水域の外援を根拠づける、離島39島の、地図及び海図に記載される名称が決定された。北方領土周辺北海道の東北、 島,列島南部に位置する北方領土は、日露は新条約により、日本の領土に編入されたが、第二次世界大戦時に、ソビエト連邦が、ヤルタ会談の密約に基づき、日ソ中立条約を一方的に破棄し、これらの島々を占領したため、ロシアにより実効支配がなされており、日本側は領有権を主張している。北方領土を構成する歯舞諸島、四古丹島、 クナシリー島、エトロフ島周辺の EEZ は、北方領土同様に、ロシアにより管理されている。日本及び、ロシア政府は1998年に、領土問題とは別に、日本漁船の安全操業枠組み協定に調印し、北方領土周辺における、漁獲量を、毎年交渉で決定している。海域においては、スケトウダラやホッケ、タコなどについて、 毎年2000トン程度の漁獲量が設定され、北海道の漁業団体からその見返りとして、約2000万円の協力金及び、約2000万円相当の機材が、ロシア側に供与されている。なお、制定には、明治大学名誉教授、伊藤藤藤夫夫が大きく関係している。竹島周辺韓国鬱陵島の東方。 日本の沖諸島の北方に位置する島根県竹島は1905年に国際法に則り日本の領土として島根県に編入されたが韓国が一方的に主張する日韓国境線に基づき1952年に韓国軍により占領され現在も同国に実行支配がなされ警備隊が常駐している1998年に締結された漁業に関する 日本国と大韓民国との間の協定では、竹島の領有権問題は棚上げされ、竹島を除く両国領土の起点が重複する EEZ を共同規制水域として双方が利用することが定められた。九州西方韓国は、自国の領土から延伸している大陸法について大陸法自然延長論に基づき排他的な権利を主張しており、 1972年に日韓中間線を越えて南側の東、シナ海の大陸方を呼び沖縄州上海本の一部に航空を設定した。1974年に署名された日韓大陸方協定では日韓中間線から沖縄トラフに至る九州西方の海域について共同開発区域を設定した。この協定については 韓国側の主張に対して大幅に譲歩しており、国益を損ねるとして、国会で議論となり、批准に必要な国内法案の廃案もしくは、継続審議が繰り返された末、1978年に同法案が成立、協定も批准、発行された。協定期間は、発行から50年であるが、日本政府は、実際の共同開発について、消極的であり、 天然ガス、石油資源の探査自体も進んでいない。協定締結時点では大陸法自然延長論が国際法的に広く認められていたが、その後 EEZ が重複する領域については、中間線を優先すると距離、中間線原則が主流となっている。沖縄西方中国も韓国と同様に大陸法自然延長論に基づき、 日中中間線を東に大きく超えた沖縄諸島西の沖縄トラフまでが自国の EEZ に含まれると主張している。これに対して日本政府の主張は自国の領海基線から200海里までの EEZ の権利を有するが、ただし日本と中国との間で EEZ の境界線が確定されるまでの間は暫定的に両国の東距離中間線から 日本側の推域のみ管轄権を行使するというものである。つまり、東距離中間線から、外側の EEZ について、権利を放棄したわけではなく、暫定的に管轄権の行使は行わないと言っているに過ぎず、中間線論よりも、暫定中間線論とした方がより正確である。日本が、暫定的に中間線を主張しているのは、公平な解決を原則とする。 国連海洋法条約の関連規定とその後の国際判例に基づいている。中国は日中中間線異性における天然資源開発を順次進めている。2000年代に入り日中中間線から数キロメートルの位置にある白樺港区における本格開発を開始したことが確認された。日本政府は 同地域におけるガス電が中間線にまたがって存在しており、日本の権益が侵害されるとして、2005年に中間線から日本側の領域における支屈権を帝国石油に付与した。2008年になり、両国政府は同地域における共同開発に合意し、具体的な合意内容は条約交渉を経て確定するとした。 中国政府はその後の実務交渉に消極的な姿勢を示す一方で、航空の開発を進めているとも報道されている。尖閣諸島周辺や山諸島の北方に位置する沖縄県尖閣諸島は日本が実行支配をしており、これは多くの国で認められているが、1971年に尖閣諸島地下に石油の存在が指摘されてから、 中華人民共和国と中華民国は領有権を主張している。1997年に締結された日中漁業協定において尖閣諸島周辺の水域は暫定措置水域として両国漁船の活動が認められている。中国は海洋調査船による資源調査を散発的に実施しており、日本国政府はこれら調査船の活動に対して 海洋保安庁による監視と特命全権大使に抗議を行っている。また近年、中国海警局による尖閣諸島周辺海域及び日本の領海への不法侵入が日常化しており、日本政府は中国政府に抗議を行っている。沖ノ鳥島周辺九州、パラオ海嶺に一致する沖ノ鳥島は周辺に、 他の当初が存在しないため、ほぼ円形の広大な EEZ が設定されている。中華人民共和国は、沖ノ鳥島が海洋法に関する国際連合条約における島の定義に当てはまらない岩礁に過ぎず、周辺の EEZ は無効であるとして、同海域における海洋調査を行っている。日本国政府は、 歴史的に沖ノ鳥島が島として扱われてきたことや、同条約において、岩の定義が存在しないことを理由に、沖ノ鳥島を島であると主張しており、中国の海洋調査船の活動に抗議を行っている。日本国政府は2008年11月に、日本周辺の大陸方延伸部分の7海域の、計74万平方キロメートル分の水域を、 新たな日本の大陸法と勧告する、要国際連合大陸方限会委員会に申請した。2012年4月27日に、大陸方限会委員会は、日本から申請のあった海域のうち、沖ノ鳥島北方の四国海盆海域の17万平方キロメートルを含んだ、日本の国土面積の82%にあたる、計31万平方キロメートルの海域を、 日本の大陸法に認定することを日本に勧告した。2014年10月1日に勧告された海域のうち、沖ノ鳥島北方の四国海盆海域と沖大東海で港海域についての大陸法を延長するための政令が施行され、海底資源については EEZ と同様の効力が発生し、日本が独占的に経済的利用ができるようになった。 ただし、沖ノ鳥島南方の九州、パラオ海嶺南部海域の25万平方キロメートルの大陸法の帰属については、韓国には含まれなかった。相対国の大陸法と重複する可能性があるからである。相対国がある以上は、それらの国家との合意に基づき、境会を確定するのが、国連海洋法条約の決まりであるため、韓国に含まれなかったのである。 これは国連海洋法条約に照らせば当たり前の話であり、外務省は韓国された沖ノ鳥島北方の四国海盆海域の EEZ の起点が沖ノ鳥島であることから、これによって沖ノ鳥島が事実上島と認定されたと主張している。一方中国と韓国は日本国政府が委員会の韓国を極快しているとして、 沖の鳥島が島として認定されたことはないとしている。排他的経済水域は、沿岸国の経済的、科学的、環境的な管轄権を認めたものに過ぎず、外国漁船の EEZ への侵入をもって、直ちに違法となることはないが、経済的管轄権については、日本の排他的経済水域内での外国人の、漁業を規制する、排他的経済水域における、 漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律が定められている。上記法により EEZ での外国船の無強化操業や禁止海域操業は3000万円以下の罰金が課される。また、外国漁船が水産庁の漁業取締り船に乗船した漁業監督官、漁業監督理員や巡視選定に乗船した 海上保安官の漁船への立ち入り検査を寄否して逃走した場合も上記法の違反となり300万円以下の罰金が課される。また、ボンド制度に基づく早期釈放のための担保金も罰金と同額に設定されており、産後の違法採取に対しては違法産後 1kg あたり600万円の加算担保金が設定されている。 迎撃ミサイルは一発5億円から20億円するので一般的にレーダーで敵のミサイルが国土など国民や自陣営への人的被害が出る場所には着弾しないと分かっている時には予算上打ち落とさない。全国瞬時警報システムは弾道ミサイルが日本の領土、領海に落下か通過する可能性があると判断された場合のみ警報がなされる。J アラートは ミサイルが日本の排他的経済水域に落下すると判断された場合には使用されない。ありがとうございます。